マーチンさん、はじめまして、はじめまして。かっちゃんさん、質問です。口笛はできますか？口笛が、できるんかな。いや、なんか私口笛あんまり上手じゃないと思うんですよね。口笛の発音かわいい。どういうことですか？カズリンさん、歌とダンスはどれくらい？歌とダンスは、歌は、昔 NHK の広島児童合唱団っていうところに年長から小3まで行ってて、で、あと今アクターズスクールっていうところで、2年半歌を習ってて、ダンスはあのアクターズスクール広島だけです。2年半です。学校でスティー受けた子だとかなる？でもなんかみんな応援してくれてます。バイトの休憩なすも食パン食べましたか？今日は食パン食べてないです。学校では何が得意ですか？学校で得意なこと、教科とか、でも、美術とかは結構好きです。楽しいです。13歳でこんなにしっかり話せる？いや、全然ですよ。ひろのりさん、パンより米派の場合に一言。いや、絶対パンの方が美味しいですよ。私も昔は米派だったんですけど、最近なんかパンに目覚めました。パン美味しいですよ。ひらばさん、初見です。ありがとうございます。マーチンさん、パンは食パンだけ？食パンが一番好きだけど、食パン以外のパンも大好きです。チョコパンとか、あとあの長細いミルクフランスもめっちゃ好きです。カズニーさん、髪はいつからショートなの？髪はちっちゃい時から結構ずっとショートです。あんまり伸ばしたことなくて、最高でもこれぐらいなんですよ。肩ぐらいなんですよ。ひよこさん、米粉パンは？米好きですね。なんか米粉パンあんまり食べたことないんですよね。白いクマじゃなくてさ、食パンって投げやすい形ですね。投げるんですか食パン？投げたことないんですよ。ゆうさん、今日も歌うの？はい、今日も最後の方に歌おうかなって思ってます。一文字さん、カレーパンは好きですか？カレーパン、惣菜パンはなんか私あんまり食べなくて、甘いパンとかシンプルなパンとか、なんかパンのことスイーツだと思ってるんですよ。癒し系さん、あ、すいません、主権です。ありがとうございます。みちかさん、パンは別腹ですよね。パンは別腹です。もう永遠に食べれます。あくたさん、配信してくれて嬉しいです。私も配信できて嬉しいです。あの今日は朝学校があって、その後にスクールのダンスの練習があって、で今日できないかなって思ってたんですけど、ちょっと時間が空いたので5時半くらいまでやって、でそこからもう一回個人のっていうか一人の先生と私だけでやるダンスに行った後、塾があるんです。今日忙しいんです。ホイップアンパン美味しいよ。ホイップアンパン美味しいです。土曜日も学校お疲れ様です。毎週あるわけじゃないんですけど、今日はありました。テトさん、こんばんは。
ようじさん、こんにちは。ひろのりさん、頑張るね。いやー、でも今日結構充実してますね、なんか。かっちゃんさん、運動会は終わった？運動会はもう5月ぐらいに終わりました。結構私の学校早いんですよ。マーチンさん、学校の成績は自信ある。もう全然ですよ、そんなの。今の時間ってこんにちはとこんばんは悩むですよね。なんか私も最初にこれつける前に、あれ今こんばんはだっけ、こんにちはだっけって思って、結局なんて言ったんだっけ、結局こんにちはって多分言いました。最初はちょっとよく覚えてないけど あ、すいません。カズニーさん、部活はやってるの？あの、部活はやってなくて、それであのアクターズスクールっていうのがに今は専念してます。あ、でも小学校の時は4年生あれ4年生は料理部で、5年生が工作図工クラブみたいなので、6年生は卓球をやってました。F1 ファンさん、こんばんみ、こんばんみ、名前が難しいですね。みちかさん、さらちゃん好きな色は？好きな色は水色とピンクと紫です。でもなんか最近なんか白とかちょっと大人っぽい色にハマってることもあります。そういう文房具とかそういう色にしようかなって思って、白と黒とかも最近ちょっとハマってます。ゆうさん、卓球さーとか言ってた？いや、なんか私そんなにもうなんかバーみたいな全然上手いわけじゃなくて、いつも学校の友達と卓球ボードの下に入って一緒に遊んでました。全然卓球って言ってもなんか遊んでたんですよ、ほとんど。ゆうさん、それ卓球部のですよね三色ボールペンさん、ありがとうございます。くっちゃんさん、はじめまして、 PR で気になったから投票してみに来たよ、ありがとうございます。スブーキーブーキーさん、地震が来ても大丈夫だね。そうですね、地震が来ても安全です。まゆさん、さらちゃんの友達ってどんな人？みんなめっちゃ面白いですよ。テンションが高い感じです。カズリンさん、視力っていい？なんか私視力があんまり良くなくて、なんかあの名前とかに時々点々がついてることがあるじゃないですか。だからそれがちょっとあんまり見えなくて、もしかしたら丸と点々を読み間違えるかもしれないです。バとかパみたいな感じで、すいません。そしたら、津田博文さん、こんばんは。パニャニャさん、好きなキャラクターは？好きなキャラクターは何なんだろう。好きなキャラクターは特にないんですけど、ユニコーンがなんか好きです最近。あ、1462人ありがとうございます。1000人超えてすごい、ありがとうございます。急なのに。アクタさん、普段はメダカ猫ですか？いや、普段はメガネはつけてないです、学校とかでも。ユニコーンかわいい、かわいいですよね。今日のファッションのポイントは？今日のファッションのポイントはちょっとなんかアイドルっぽいっていうか可愛い感じなんですよ今日は。襟とかもここにも文字が入ってて、でもこのなんか紐がちょっと久しぶりに来たらヨレヨレってなってたんですよ。そこは気にしないでくださいひろしさん、期待してます、ありがとうございます。マーチンさん、いつからアイドルになろうと思ったの？
私ちっちゃい頃から YouTube で AKB48 さんとかの動画たくさん見てて、その時からもうずっとなりたいって思ってて、もう公演とか会う人会う人に私将来 AKB になるからとかずっと言ってて、今こうやって今オーディションを受けられてて、なんか過去の自分に言いたいなって思います。最終審査まで行ってるんだよみたいに。葉っぱさん初見です、顔タイプかも、ありがとうございます。初見さんですか。三月ドゥシャモユラ世界進出に、ドゥシャモユラ世界進出についていくさん長い。三月推しのアッシュお嬢様ね。いやー、三月ちゃんかわいい、今村三月さんかわいいですよね。ちゃんとか言っちゃった、三月ちゃんとか、もうすっごいかわいい。東京特許許可局許可局長さん、いいね押しました、ありがとうございます。早口言葉みたい、東京特許許可局。高知さんこんばんは、そらちゃん今日も超絶かわいいよ、全力してありがとうございます。ひろしさんスティールにぜひ入ってください、入れるように頑張ります。ドゥシャさん、ドゥシャでいいよ、わかりました、ではドゥシャさんって呼ばせてもらいます。ヒーロさん、あらやだかわいい、ありがとうございます。くっちゃんさんもありがとうございます。パニャニャさん、今日は歌わないの？今日も最後に歌いますよ。ハッシーさん、サララン、サララン、かでもサララン初めて言われたあだ名ですね。アクタさん、塾で何を勉強してるんですか？塾では今日は数学と英語ですね。数学は今何やってるかな、今は数学は角度とかやってます、多分角度ですね。土の子さんこんにちは、初見です、ありがとうございます。アッシュだった大谷まりなの大谷まりなさんファンです、可愛いですよね大谷まりなさん、目がもうクリックリ。みちかさん角度超苦手、そうですか、私角度結構得意な方なんですよね。角度楽しくないですか。カズリンさん、普段はなんて呼ばれてるの。普段はサラちゃんかサラって呼ばれてます、そんなにあだ名とかないんですよね。白パパさん、はじめまして、初見だよ、投票したよ、ありがとうございます、はじめまして。 E さんも投票したよ、ありがとうございます。お茶漬けさん、サラちゃんは八作大福好き？あ、私大福とか大好きですよ、もうお餅とかもう大好き、炭水化物ばっかり八作美味しいですよね、酸っぱくてお餅が甘くて。のっぴーさん、毎日投票してます、頑張ってくださいね、ありがとうございます、毎日すいません。マーチンさん、八作大福といえばみちゅ、そうなんですか。今村美月さん、八作大福が好きなんですか。
カズミさん、サララんとかサラヤンかな。そうですかね。あだ名なんかないんですよね、私昔から。サラって2文字で終わっちゃうからつけにくいんですよ、多分。あなたが、かっちゃんさん、年上の人とお話しするのは大丈夫ですか？最初は緊張するんですけど、あんまり物落ちしないタイプなので、大丈夫な方なんですかね。てちさん、初めて来た、ありがとうございます。くっちゃんさん、好きな動物は？好きな動物は犬とか。あ、でもウーパールーパー可愛いですよね。そういうのが好きです。カズリンさん、ありがとうございます。初見さんですね。マサムネさん、犬種は？犬種は、あれなんだったっけ。あ、そう、ポメラニアンが好きです。ふわふわしてて可愛いです。広瀬丸さん、こんばんは。ともひろさん、 STU のスクールの先輩で接点ある人いますか？なんかみんな私が入った時にちょうど行き違いで卒業されたから、あんまりないんですよね、そういうのが。でもこの前なんかたまたまレッスンしに行ったら峰吉ありささんがいて、もうめっちゃ可愛かったです。おしゃれだったし、持ち物も可愛かったし、なんかいい匂いがしました。すごい。レオさん、遅くなりました。いや全然。今日何時までするの？今日は、あ、5時半までです。あっという間。まだ5分くらいしか経ってないのかと思っとったけど、5時半まで一応したいなって思ってます。やめへいさん、こんにちは。こんにちは。太田ちゃんさん、楽しい時間はあっという間ですな。ですよね、なんか一瞬で過ぎます。授業とかもう3時間ぐらいやってるように感じるのに、こういう時すごい早いんですよ。むちかさん、2220人見てる。ありがとうございます。本当だ。すいません、ありがとうございます。アクタさん、歌う時間ですかね。そうですね、そろそろじゃあ歌う時間、歌っていこうかなって思います。今日歌う歌は完璧グーの音を歌いたいと思います。じゃあ今日もこのリモコンをマイクにして歌っていこうと思います。じゃあいきますね。ちょっと歌詞間違えちゃったりしたらどうしようって感じなんですけど、じゃあいきます。どこかへ連れてってブリキの馬に乗って、二人で片思いのドールは言葉にできないから、切ない涙が出ちゃう弱虫だね。あなたのことを思うたびに、月の夜はいつもうさぎを探してる。グーの音出ないくらいに魔法をかけられたみたい。ずっと夢から覚めないの、恋は独り言。グーの音出ないくらいにコテンパンに好きなんです。どんな呪文を唱えたら伝わるのでしょう。完璧グーの音。ありがとうございます。
なんか間違えたりしたかな。なんかわかんないんですけど、ちょっと緊張しました。みんなさんありがとうございます。あ、すいません、あの言い忘れてたんですけど、私なんかカラオケの機能の使い方がわかんなくて、あのこういうの苦手で、あのだから今日もアカペラでやらせてもらいました。すいません。一文字さんパチパチありがとうございます。皆さん、トヨちゃんさんも、レオさん何回聞いてもサラちゃんありがとうございます。アカペラ、あ、そうなんですよ今日。あ、自己紹介ですか。じゃあ簡単に、STU48 の2期生候補生の清水サラです。2006年2月12日生まれの13歳です。はるさんこんばんは。癒し系さんありがとうございます。パニャニャさんスクショさせて。スクショですか。まさむねさんさいなら、さいならですか。くっちゃんさんいい配信だったからこれからもためぜひ見に来てください。すいません、今日5時半までなのであともう1分もないです。ナーミントさん歌声惚れました、ありがとうございます。のっぴーさん次の配信も楽しみにしてますね。そうですね、できたら時間があったら明日も配信したいなって思ってます。また予定のところみたいなところに入れとくので見に来てくださったら嬉しいです。今日は急だったのに2606人の方も見に来てくれてありがとうございます。あ、もうちょっとでなります。じゃあ今日見に来てくださって本当にありがとうございました。夜とかちょっと最近寒くなってきてるのですので体調とかに皆さん気をつけてください。バイバイ。